師匠。よくやった。その答えを手にしたい。いよいよ旅立つんだ。お待たせ。この空だ。人を飲み込むぞ。見ろ。罠だったのか。もう大丈夫。これが最後の一手。この曲は終わり。痛くもないね。幼い少女は歩みを進める。目に映る惨状、響き渡る悲鳴、溢れ出す残像に住処を失う人々。彼女は危険を斧が血と火で追い払う。彼女の師匠は言った。混沌の世界にある命は儚い。ならばすべきは自らを燃やすことではない、生き延びることだ。より遠い未来、より明るく照らすために。彼女はつまずきながらも着実に生きるために学び、師匠になった。そして教えを授ける。天地のために心を立て、聖人のために命を絶て、虚勢のために絶学を継ぎ、万世のため太平を開く。混沌を焼き尽くす火となれないのなら、継がれるべき火となれ。
その日はいつか平和な未来を照らす。